時の狭間の激闘、ベジット VS スーパーフューン。さすがのあなたたちでもカンバーのオーラで作ったその高速エネルギーから逃れることは不可能よ。いいことを教えてあげる。フューはね、私が作ったの。何？何だと？どういうことだ？あなたが？そう、次元を超えて集めたあらゆる戦士のデータを使った集大成があの子なの。あの子ならメチカブラを超える王になり、暗黒魔界、暗黒帝国を再建できる。なんだこれは。暗黒因子、暗黒王にとって生命力そのもの。メチカブラは葬られる直前にこの因子を周囲に放った。因子はその時近くにいたあなたたちの中に隠れた。この暗黒因子をフューに注ぎ、暗黒王として覚醒させる。これで全部ね。そんなことさせねえぞ。忘れ物だ。ごはん、ごてん。こいつらの暗黒因子は回収した。あなたたちにもう用はないわ。時の狭間に消えなさい。僕はね、本当は戦いが嫌いなんだよ。でも戦うことで僕のルーツが何か分かるような気がするんだ。何をごちゃごちゃ言ってる。つまらんこと言ってないで全力で来いよ。いいよ。お、それがお前の全力か。どうせ宇宙誕生までの暇つぶしだ。そんな瞬間は来ねえぞ。
君、監獄惑星の時より強くなってるじゃないか。影でこそこそ見てるだけのお前じゃわからんだろうな。影でこそこそ見るのが好きなんだけどね。ついに宇宙誕生の時だ。くそ、間に合わなかったか。さあ、宇宙を吸い尽くし新たな宇宙を実らせろ。バカな宇宙人か。一体何が起こったんだ。ビルス様、宇宙樹の根の消去、願いは叶いましたね。10周年、いやーみんなとんでもなく長い間戦ってたんだな。オーラも負けてらんねえな。一緒にもっともっと強くなろうぜ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ特別編、戦いの場所へ突き進め、ドラゴンボールヒーローズ、絶対見てくれよな。